今日の伊藤孝恵チャンネルは春の味覚、春の味覚、これ初夏の味覚、春じゃない、やっぱし春かな、新芽だから。じゃあ春の味覚の料理法を母に習うです。これがウド、これがボーク、これが根鉄豆、腰油、腰油、何からしよう、ウドからしようか。お母さんちっちゃい頃から食べた、それ。うん、これはね、酢味噌和えとかね、ウドは、うん、春の食べ物で一番ごちそうは根鉄の芽の天ぷらかも。私もそう思う。ね、うん、ゴールデンウィークにいつもみんなで山の中に入ってって、コンテンツを取りに行ってたね。そうそう、タケノコ掘りに行ってたね。そう、わらび取ったりね。ねえ、うん、楽しかったな。わかる、いいコンテンツ。うわー、懐かしい、大好き。ちょっとこれちょっとコンテンツって言わないで腰油って言うんじゃないの。そうそうそう、これ大きくなったの。でもこれくらい大きいと大きもっと美味しい。いい香りはして、ね、うん、ちょっと匂わして。タタが匂うの。あれ、あんま匂わん。これ防腐匂いある。どうだろう、あるにはあるよ。あ、なるほど、うん、なんとも言えんな、その匂い。いいでしょ。お母さんは山育ちだから詳しいよね、そういう防腐、うん、と、それからこれね、山うど。あー、うど、うども天ぷらにすると美味しいんだよ。ちょっとこの大きな枝ごとやろうかな。ウドってさ、ウドの大木のウド。そうそうそう、でも新芽美味しいね。なんか私、ウドの大木って小学校の時あだ名つけられたことあるから。ウドの大木、柱にならぬってね。そう、私もそう、大木だけど柱にはならない。生姜みたいだね。このまま天ぷらにしよう。美味しいよ。美味しいの、うん、美味しい美味しい、すごいいい香り。なんか苦そう。いやいや、全然。思い出した、あのさ、うん、ドコモのさ、うん、撮影隊がベロに来た時に、そうそうそう、みんなでコンテツの芽、あれコンテツやったっけ、あの、うん、五平餅、五平餅いっぱい作って、おでんもいっぱい作ってさ、やったよね、うん、あの時の人たちもみんな元気にしてるかね。ほんとだね、あの時の写真、うん、玄関に飾ったんだよね。そうそう、この我が家の玄関に飾ってあるイエラブ族のドコモの、あー懐かしいな。これ何年前ぐらいだろう。あ、多分年は書いてあるからね。あ、本当だ本当だ、年齢書いてある、うん、小林孝恵さん33歳。15年前。わあ、そっか、15年前。私まだ結婚してないのか。私何歳で結婚したんだっけ。35じゃない、5だっけ、4だ、うん、覚えてないな。このおじいちゃんとおばあちゃんの表情がいいんだよね。手つないじゃって。この文章もいいね。こんなの初めてだわ。祖母の貞子さんは夫である翔平さんが土手の上に座る時にしっかりと手を差し出してくれたのを見て、ちょっとびっくりしながら、そしてとても嬉しそうに言った。いい話やん。生で作る、お料理って誰に習った？おばあちゃんに少しかな。あとは本。本か。うん、うど食べてごらんしゅうで。おいしいね。いただきます。うん、どうぞ。座って食べないの？いい。特権。うわ。お味見。むくっかおいしい。いい香りでしょう。いい香り、うん、私、お母さんこうやって料理するのいつも隣で見てた。そうだったね、うん、ここで本読んだりね。いい、お母さんここで読むから聞いてるだけでいいから、聞いてって言ってた。でここで読んで、そうそうそう、上手だねって言ってもらって満足だね。そう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 、上手だねって言ったかな、うん、はいはいはい、これね。でもさ、私ずっとこうやって見てるじゃん、ずっと、うん、ただただ見てるじゃん、うん、だから料理教えてもらわなくてもできたもんね、大人になってから。えらいえらい、賢いね。
だから化粧の仕方も教わってないけどお母さんが化粧してるの見てたし、うん、料理も習ってないけどお母さんが料理してるの見てたから、ね、化粧も料理も習ってないけどいつの間にかできるようになってた。みんなそうじゃないの？みんな違うんじゃない？そう、お味に。そう。それ防腐。防腐。うん。あ、いい香りでしょう。それはまた別の。全然違う香りだね。うん、でもみんなこう香りがいいの。防腐もウドもコンテツも。うわ、めちゃくちゃ美味しい。でしょう。これ5万円にしても美味しいんだよ。これでいい？おいしい。味見じゃなくなった。食べて。一旦食べよう。うん。しまい。あ、こうやって見せてから食べなきゃいかんかったね。食べちゃった。はい、おしまい。できました。なんだっけ、ウドと防腐と腐とコシ油。コシ油。コシ油。え、全国的なコシ油なんかな。そうそうそう。なんでコンテツの目っていうの？知らない。醤油。うん。お醤油も美味しい。実家天国、実家天国。うん。ご飯かない？お母さん、後でゆっくり食べるでいい。美味しい。大きく切ってあるこのタケノコ、わらび。わらび？うん。わらびも好きだね。美味しいよ。ぬるっとしてるでしょ。うん。わらびってぬるっとしてるんだ。そう。食わず嫌いだったかも。美味しい、食べられるでしょ。うん。私はタケノコはニシンと炊くのが好き。でもさ、このすんごい香りが鼻の中にこの充満する後に食べると、なんだろう、香りもないし食感だね。そうそう、タラ鍋と一緒、ぬるっとしてんの。ボーいただきます。はい。なんだろう、この香りの違い。ふわーっとしてるでしょ。うん。香りの違いを楽しめるなんてめちゃくちゃ贅沢だね。タラの、それはね、ウド。ウドね。山ウド。これも摘んできたの？そうそう。これは秀吉が取ってきてくれた。栽培してるのよりも香りがいいでしょ。本当になんか香りがね、うん、強い。ふわーって鼻抜けてくでしょ。わ。本当に美味しいね、これ。おいしい。ご飯食べよう。大丈夫、心配しないで。あなた今だけしか食べられないから。そうだね、うん、こっちに帰ってこないと食べられない。そう、みんなさ、東京で食べたらいくらするんだろうね。そんな風に考えないで、これ無料だから。はい、じゃあ閉めるわ。はい。今日の伊藤孝恵チャンネルは実家で春の味覚でした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。なんで笑ってんの？よろしくお願いします。